はい、こんにちは、コウヘイでございます。本日はですね、いやーもうね、今週末いよいよラブライブスーパースターリエラテレビアニメ2期がですね放送されてるわけでございますけれどもね、まあこちらがですね、まあ行われるということは、まあおそらく年内にはリエラのですね、ナンバリングライブ、まあサードライブ、カッコ仮というふうに呼んでますけども、リエラサードラブライブツアーがおそらく行われるんじゃないかなというふうに思います。まあね、すでにテレビアニメ2期のですね、挿入歌 CD の発売が決定しておりまして、で、さらに言えば、その挿入歌 CD に謎のシリアルコードがですね、封入されることも、判明しておりますのでね、まあ、おそらくサードライブだろうということはですね、もう容易に想像がつくわけでございますけれども、まあ、今回はですね、そんなリエラサードライブがね、一体どんな形態で、行われるのか、ライブツアーがですね、もうね、ツアーの可能性相当高いのでね、もうツアーと呼ばさせていただきますけれども、ツアーのね、どういう感じでツアーが行われるのかとかね、予想していきたいなというふうに考えております。はい。まあね、リエラサードライブツアー、サードラブライブツアーですね。こちらはね、まあ、間違いなく、まあ間違いなくというかもう極めて高い確率で9人でのライブ。9人でのリエラ9人としてのナンバリングライブ。9人初のライブというふうになるでしょうね。もうこれはもう極めて高い可能性で間違いないと思いますけれども。そしてね、まああとはテレビアニメ2期をテーマとしたライブになることも、まあこれも間違いないだろうと、極めて高い可能性で、まあアニメ2期をテーマにしたライブであるだろうと。まあだってね、アニメ2期のね、挿入歌の CD に入ってるシリアルで申し込めるライブなわけですから、まあアニメ2期テーマだろうなということはもう誰にでも想像がつくと思いますけれども、まあ肝心なのはね、挿入歌 CD ですよね。まあ挿入歌 CD というか、その何都市で行われて、またね、まあ、ファーストライブ、リエラファーストライブがですね、もうね、10都市20公演、だったわけでございますよ。まあ、そして最後2公演プラスでございましたけれども、なんかね、人によっちゃはね、10何都市やるんじゃないかとかね、言ってる人もなんかいるそうでございますけれども、まあね、あの時はね、リエラファーストライブに関してはね、まあ、まず初めてのライブだったってこともございますし、情勢的にね、ホール会場にしたんじゃないかなとも予想してるんですよ。要は、その、ね、キャパが狭くて、多くの会場をやった方が、まあ、開催できる可能性が高いだろうと。どっかが潰れても、他ができるから、まあ大丈夫だろう、みたいな形で、10都市もやって、まあ保険かけた、んだと思いますけれども、もうさすがにね、リエラもホール規模じゃね、ちょっと倍率やばいと思いますので、まあ、アリーナになるだろうなと。まあ、そして情勢的にもね、もうアリーナでライブやっても全然大丈夫だと思いますので、てか、なんだったらね、アクアが東京ドームでやったぐらいですから、アリーナで全然ライブやっても大丈夫だと思いますので、まあ、おそらくね、リエラサードライブツアーはアリーナツアーになるだろうということはですね、もうこれは想像に難くないと思いますね。はい。で、アリーナツアーでね、何都市行われるのか、これが気になるところですよね。最低でもですね、予想ですけれども、3都市は行われるんじゃないかなと、最低でもね、3都市は行われるんじゃないかなと思っておりまして、まあ無難なところで、東京、大阪、名古屋、まあもしくは福岡とかが含まれるんじゃないかなとは、予想しております。はい。まあ福岡って言ったらマリンメッセ福岡とかかなと思いますけれども、まあそれらのね、都市がまあ含まれるんじゃない、のどれかがね、含まれるんじゃないかなとは、思っております。はい。まあ、そしてですね、まあ、最低で僕ね、今3都市って言いましたけれども、最終的にね、なんか5都市ぐらいやるんじゃないかなとは、5会場、10公演ぐらいやるんじゃないかなとは思っておりまして、皆さんね、挿入歌 CD にね、結構焦点当てがちですけれども、ブルーレイ、ね、円盤もですね、挿入歌と同じタイミングで発売されるものもあります。はい。ということは、ブルーレイの一部もですね、リエラサードライブのシリアルが入っているのではないかということを考えますと、やはりそれも含めて、まあ5都市ぐらい、ブルーレイ1巻2巻とかね、それらを含めてなんか5都市、まあ挿入歌はね、すべて3、3種類、まあ、発売されますので、まあ3会場だと、見積もって、まあプラスブルーレイで2巻分あるとするんだったら、まあ5都市分、5都市10公演はなんか行われるんじゃないかなとか、予想は
しております自分の中で。はい、まあこれらもね発表されるのね、おそらく来月以降になるんじゃないかなとは思いますけれども、下手したら今月出るかもしれないですけど、まあどっちみちね、あのアリーナツアー、まあしかもアニメ2期をねタイトル引っ提げたアリーナツアーですからね、まあこれはね行きたい人多いんじゃないかなと。まあそしてね5都市5会場まあ行われるんだとしたらね、まあ東京、大阪、名古屋、福岡とか、まあ特に九州ですかね、九州はねあまりライブやってないっていうのもございますし、リエラね、やっぱり行きたいって方多いんじゃないかなと思いますので、まあ僕もねもしご縁があれば行きたいなとは思っておりますけれども、まあそれらのねツアーが行われるんじゃないかと予想しております。皆さんはですね、リエラサードライブツアーねどうなると思いますか。ぜひね皆さんのねサードライブツアーの予想もねコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。もしですねこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価ですね、あとチャンネル登録もお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。